皆さんこんにちは。こんにちは。うさここと南咲です。そして兵藤聖也です。お茶ラジ第154回ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は私うさこが今沼っておりますブルーロックの話をさせていただきたいなと思います。私現在ブルーロックというサッカー漫画が原作のアニメにもう本当にどっぷりハマっておりまして、ブルーロックが社会人こそめちゃくちゃ刺さるんじゃないかなと思って本日このお話をお持ちいたしました。そうなんですね。ちょっとあの私、僭越ながらブルーロックを全く存じないミリ知らの状態でやってきたんですけど大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと教えていただく形でね、お願いしたいと思うんですけれども。ぜひね、あのブルーロック知ってるよっていう方もね、知らないよっていう方もぜひこのお茶ラジで知っていただいたりとか、こう見るきっかけに、ね、なったりとかしてもらえたら嬉しいなと思います。どんな作品なんですか？一言で言うとイカれたサッカー漫画っていう風にそう公式が打ち出してまして、一見高校生男子が集まってサッカーをやるので、まあ、青春かなっていうイメージかもなんですけど、その中身はもう本当にデスゲームみたいな感じ。おー、なんかもうすでに気になりますね。結構ね、刺激が強いアニメなんですけど、うんうん、このサッカーでフォワードというゴールを決めるね、ポジションをやっている300名の高校生男子が、うん、ブルーロックといういわば青い監獄ですねという場所に招集されて、うん、その中で生き残りをかけて戦っていくという作品です。なるほど、こう、まあ、選ばれていくみたいな感じ、うん、そうそうそう、勝ち抜いて、その中で勝ち抜いたら日本代表に入れるんだけど、負けて脱落してしまうと一生日本代表に入れないっていうシステムになってるのね。なるほどね。だからそこがデスゲーム要素なわけですね。そうそうそう。なので選手生命をかけて300人でどんどん戦って成長し合っていくっていう感じなんだけど、その中でいわばコーチというか客観的に見て指示出しをするエゴさんっていう男性、大人の男性がいるのね。そのエゴさんが言うには、サッカーでゴールを決めるためには自分の武器を持つこと、武器を自覚すること、そしてそれを再現できる環境づくりをすること、うん、この2つが組み合わさるとゴールの方程式が生まれるんだよっていう話をしていて、なんかめちゃくちゃなんか仕事っぽいなって思ったんだよね。確かに確かに、なるほど、武器とそれを活かせる環境が必要だっていう話なんだね、うん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 、そうそうそう。なのでそういったことをこう自分でも知って仕事に活かしていきたいなとか、仕事だけじゃなくって人生に活かしていきたいなっていう方はブルーロック刺さるんじゃないかなと思っております。なるほどね。そっかそっか、自分自身の武器にまず気づき、それを活かせる環境を、まあ、選んでいくみたいな感じなんだね。うんうん、うん、そうそう。でも普通に来てて自分の武器とか強みって分かんないよね、なかなか。いや、それね、本当にそうだと思う。まさにね、仕事とかでそうだよね。自分の強みを活かせる働き方とかってみんな結構考えたりすると思うんだけど、自分でそこをね見つけるっていうのがやっぱ客観視、自分のことを客観視するのが難しいってあるよね。ね、本当に。で、主人公のね、潔くんっていう本当に普通っぽい男の子がいるんだけど、そう、その潔くんも最初は自分の武器が分からなくって、もうどうしたらいいか分かんない状態だったんだよね、うんうん、そこで潔くんは周りの人に言われた強みをそのまま結構素直に受け取って、それってどういうことだろうっていう風に自分で落とし込んで試していくっていうことをやってたんだよね。なるほどね。あ、でもやっぱりね、周りの人に言ってもらって、うん、お、そうなんだって気づけることってあるよね、うんうんうん、そう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 。潔くんは当たり前すぎて自分の強みに気づいてなかったんだけど、やっぱり他の人から客観的に見てもらって、それ強みだよ、それってすごいことだよって言われて、初めて自分の武器に気づくっていうことをやっていたから、なんか私たちもそれって真似できるんじゃないかなって思ったんだよね。いや、そうね、そうね。しかもそれをね、言われて、いやいやそんなことないですってこうね、
跳ねどけるんじゃなくって、ちゃんと素直に受け入れるっていうところもポイントだよね、うん、そう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 、ね、当たり前すぎてこう自分の中ではそんなことないよって思っちゃうかもだけど、うん、もしかしてそうなのかもって思ってそれを深掘りしたりとか実際に生かしてみる、うん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 、っていうのを重ねることで自分の武器とか強みってより際立っていくのかなっていう風にブルーロックを通して感じました。そうね、うさこちゃん自身もさ自分ごとに振り返ってその自分の武器に気づくみたいなのって重なる部分とかあるのかな。そう、ブルーロックを見て私もちょっと自分の武器見つけたいなと思って、それこそ潔くんのように誰かから言われた強みってあったかなっていうのを振り返りをしてみたり、今までの人生の中でこれ私にとってうまくいったなとか幸せだったなっていう成功体験がなんでうまくいったのかっていうのをこう振り返ったりっていうことは今やっていたりします。いいね、なんかまさにね自分の強みの見つけ方みたいな感じだよね、うんうん、ね、本当にいやめっちゃ楽しい。いや本当通ずるね、仕事社会人のあり方にねそうそうそう、仕事でもね活かせるなと思っていて、そしてさらにゴールの方程式にあったそれを活かせる環境づくり、自分がそうどういった場に身を置くかっていうのもめっちゃ大事だなって思ってるんだけど、うん、なんかさやちゃん、うん、そういうの経験したことあったりする？あるある、わかるよ。やっぱ活かせる環境ってやっぱあるよね、まあ、その仕事のことに置き換えて自分で考えると、うん、そうだね、まあ、私とかうさこちゃんってその自己肯定とか心理のプロなんですけど、普段仕事で関わる仲間ってみんなこの自分を知るとか自分を受容するとかそういうことをすごい磨き上げてきた講師仲間がいっぱい周りにいるんですけど、みんな磨き上げてきた仲間ばっかりの中にいるとなかなかそのね能力の価値に気づきづらいんですけど、一歩こう別のコミュニティだったりとかちょっと別の環境に出てみることでなんか自分がそれまでこう積み重ねてきたスキルだったりが本当に価値があるものなんだな、他にはないスキルなんだなっていうことに気づけたっていうのが本当結構この1年間ぐらいでも何度かあったから、持ってるスキルをどこで活かすかどの環境で花開かせるかっていうのすごい仕事においてもなんか大事だなっていうのが思ったけど、こういうことで合ってる、うん、そうそうそう、すごいさすが。なんか外に出てみると思ってたより自分すごいんやなみたいになるよねそう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 、きっとね、あの私たちの場合は心理とかに入ってくるけど、うん、例えばデザイナーさんとかがめちゃくちゃすごいデザイナーさんたちの中だと、うん、あれってなってたけど、一歩外に出て例えば専門家デザイナーがいない状況でめちゃくちゃ重宝されるとかってよくある話だと思うので、自分がいる環境を変えて自分の能力を開花させるってめっちゃ大事だね。ブルーロックという作品はマジで社会人にもめっちゃ刺さると思うので、とりあえず見てほしいですもうこれね、収録前にもうさこちゃんに軽く説明してもらってすでに私もかなり気になってますいや嬉しい。そうめっちゃ面白いので、私はもうアニメを8週目9週目ぐらいなんですけどそう、あの今ねちょうど3月末でね、放映アニメの放映は終了になるんですけど、私はその後原作もね読みたいなと思っているので、ぜひ一緒にブルーロックハマりましょう。布教動画だった布教しちゃったでは次回のおちゃらじは4月5日水曜日20時に私兵藤せやのチャンネルから配信しますので、ぜひ次回もお楽しみに。それでは今回もお届けしたのはうさここと南咲と兵藤せやでした。ありがとうございました。またね。